はい、えー、こんにちは、竹内です。ということで、えー、今朝ね、10月10日の朝開催前の前に、えー、タラレバって素敵やんっていうね、あの、音声をね、アップさせていただいたんですけど、まあ、その中でね、えー、動画の中盤ぐらいからかな、えー、タラレバの まあ今日出走する馬の中で、タラレバの良い例があるということで、あの、ジョーアラビカをね、えー、紹介させていただきました。過去4戦だったかなにわたって、この時はこうで、こうで、こうで、こうだったらこうなればっていう話をね、させていただいたんですけどね、今回、あの、ま、11頭立て8番人気で3着ということでね、馬券内に来てくれました。安心しました。あのー、結局音声残ってしまうので、うん。結構ね、あのー、いいことっぽいことを語っているのに、肝心のそこで、あの、最下位とかだったらね、なんか、うん。 伝わる、なんかどど、伝わる度合いがなんか下がっちゃうような気がしていたんで、結構ドキドキしてたんですけど、まあ3着ならね、馬圏内ということで、まあ11頭で8番人気、人気薄でしたからね、まあ、人気薄って言っても、まあお通割れてましたけど、うん、まあ8番人気で3着ということで、まあまあ十分の結果だったかなという感じでしたね。はい。で、えっ、ー、と、平日にね、あの、LTV 指数の方の動画で、あの、一部特別レースのね、えー、うん。 紹介なんかさせていただいてたんですけど、今回サウジアラビアロイヤルカップをねあの、そちらに入れさせていただきました。で、あの、西雲ダイモスがね、結構僕気になっていると。はい。で、あの、ローエングリーン3区が東京の芝のマイルで、半路がホニャララの時に、えー、ちょいちょい穴を開けてますよ、なんていうね、ご紹介させていただいたんですけど、まあ、そのホニャララの部分はね、ぜひあの動画を見ていただければなと思うんですが、はい、あの、<laughs> そうですね、10頭立てブービー人気で、 えー、10頭立てブービー人気で、えー、3着ということで、ね、こちらも3着でしたけど頑張ってくれたということで、ねまあ、なかなかあの、うん、週末に、ね、顔出してわーってやってる重症の予想よりもこの平日にちょこちょこ言う方が僕は当たる傾向にあるんですけど、はいまあ、重症と、ね、そっちの差がないあの別に重みをそのレースの、ね、グレードの重さとかは当然あるんですけどそれは馬券買う側にとっては、ね、あんまり関係ないんで。 はいあのまあ、今後もね、あのちょこちょことそんな感じであのご紹介をねさせていただいて、えーまあ、いい結果出ればいいなというふうに思っております。で、あのグリーンチャンネル見ててね、僕、先週気づかなかったんだけど、あの今、この画面ね出てるやつなんですが、えー、投票連携ソフト、アプリ等をご利用のお客様をご注意くださいということで、インターネット投票システムの一部変更に伴い、11月20日金曜日、うん18時30分以降、はい 投票連携ソフトアプリなどを利用した一切の投票が受け付けられない可能性が想定されますのでご注意くださいということで、パッとから投票しろという感じなんですよね。で、うーん、まあ、よくわからない、情報が少ないんでよくわからんのですけど、まあ、あの投票の、ね、金額自分であの上限設定できるとか、そういうなんかのね、ギャンブル依存の方のどうのこうのっていうニュースは見たんですけど、それと連動しているのか分かりません。あ,あとはなんか最近、まあ、このね、数年間言われてたのが、 レース始まってね、なんか、スタートして結構いいポジションにいるところの馬だけオツがガッと後から落ちるっていうね、<laughs> あの、現象があったりして、で、まあそういうことをね、あの、ちょっと著名な方がね、そういうことはのブログに書いて、で、まあある日消えてて、消えてたら j r a から仕事もらってたっていうね、あの、なんかちょっと怪しいようなね、ことが結構あったりもする、したんですけど、うーん。 なんかね、システムにあのでもあったんじゃないかとかかんぐっちゃったりとかしますし、あとね、この11月20日の18時30分以降、この以降っていうのがこの、この週の話なのか、本当の以降、もう本当にこの2020年11月20日の18時30分以降、すべての話なのかっていうのもちょっとわからないというところがあります。で、あの、やっぱターゲット、僕、当然使ってますし、で、まあ、うちのそうですね、会員様とかもほ、ほぼほぼ、まあ、パットにログインして、馬券投票するっていうことがあんまりない方が多分多いと思うんですよ。 でまあ投票ソフト使ってるからそのオッズ締め切りギリギリねもう直前までオッズ見れたりするんですけどこれ手入力になっちゃうとねオンリーになっちゃうとなかなかきついなと思ってで JRA がやるんだから例えば JRA 版 NEXT とかねあの辺のソフトとか特にターゲットなんでやターゲットがあるから JRA 版がな成り立ってるような状況なのでねその辺はなんとかその開発者の方に事前に情報が入ってて対応できるような状況が取れてたらいいなと。 思いますね。はい。でも、まあ、これ知らない方もいらっしゃるかなと思って、今回紹介させていただいたんですけど、この11月20日の1 8時30分以降にですね、うん、おそらく投票系のソフトを作ってる開発者さんのところに、大量に質あの、もしね、投票できなかったらね、本当に、大量にね、投票できませんっていう質問のメールが飛ぶと思うんですよ。多分、地獄、地獄絵図ですね。はい。もう地獄絵図状態になると思います。で、うん。 まあ生実家僕もターゲットの話よくしてるんで、多分僕のとこにもそこそこ来ると思うんですよ。質問が。それきついなということでね、今先にね、こうやって動画の方でも紹介させていただいてて、まあ、多くの方がね、これあの紹介して、情報シェアしていった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思っております。で、まあそうですね、あのー、まあご自分が作ってるソフトとかの 使ってるソフトとかの、えー、投票の件にこの件に関してはまあ、事前にねそのか作者様に質問をしてもそれも大量に行くと迷惑だと思いますはいただうーん何かしらのね情報発信は多分あのその開発者の方々が多分すると思うのでおの,おのその情報をちょっとねあのちゃんとチェックしておいた方がいいかなっていうふうに思いますねでその 情報の発信がなかったらね、11月20日直前ぐらい前なかったら聞いてみるのもいいんじゃないのかなというふうに思います。だから僕はターゲットのね、あの、久根崎さんのブログはちょっと毎日1回は開こうかなと思っていますし、うん、ただね、これが本当に使えなくなるっていうふうになったら、むちゃくちゃ売り上げ一時的に落ちると <laughs> 僕は思うんですよね。はい。あと、なんだろうな、簡単に言うと、例えばじゃあ僕の場合で言ったら、もしこれターゲットと、 とかねソフトからパパパッと投票ができないっていう状況になったら多分はもう遊びの馬券は買わないですね、うん、この未勝利戦なんか別に全然興味ないけどまあ一応レース見る感染量でまあ,あのこの馬の副賞戦で買っとこうとかそういうのもしなくなると思うんですよはい一切そういう人多いと思うんでそうなるとね売り上げ落ちちゃうんじゃねえのっていうふうに思いますねうんまあ 受け付けられない可能性が想定されるということなので、えーまあ、受け付けられる方にね、あのー、願いを込めてこ、ちょっとこの日を迎えようかなというふうに思っていますが、なんだかね、大変なことにならなければいいなという感じでございます。ということでですね、あのーはい、今ね、これまだ10月10日なんですけれども、明日ですね、はい、明日の、えー、っと、 毎日王冠と京都大商店の予想の方はまあ週末にアップさせていただきました。はい。なんですけど、えー、っとですね、まあ結構、これも今更変更しませんよ、改名は。しませんけど、えー、っと、一応ね、ちょっと補足じゃないですけどね、京都大商店に関してなんですけど、えモンド・インテロがね、 8歳でね1年、約1年ぶりの競馬になるモンド・インテロ君、はい、元気ですよね、2015年から走ってるんですから、はい、でこのまま基本的にね、ーレース当該集に反路で速い時を出したことって一度もないんですよね、速くても56秒台かな、はい、だと思うんですよ、それがですね、まあ、今回復活して、まあ、あのコースで調教できないコンディションみたいなところもあるらしいんですが、えー、と <laughs> まさかまさかの、えー、見放ですけど、50.9秒出してるんですよね。うん ラップも11秒で入ってますし、13.9、12.3、11.8、12.9ということでですね、なんかこれちょっと刺激になったら怖いなという感じしますね。で、えー、っと、17等立て、16番人気ですね、現在。はい。まあ、リッジマンと入れ替えることはないかなっていうふうに思うんですけど、これね、僕はあの、そうですね、あの、京都大商店の予想動画の方で言った買い目は買うんですけど、プラスね、モンドインテルはちょっと馬券の紐に入れて、ちょっと楽しませてもらおうかなっていうふうに思ってます。ただね、これダンビューライト、 うん、なんか人気しすぎのような感じしますしね、カセドラルベルもなんかね、うまみがないオッズだなっていう感じですね。で、毎日王冠見たら、あれなんですよね、あの、ダイバーキャグニーがね、8.9倍なんですよ、人気。で、まあ、サリオス1.3倍なんですけども、里のインプレッサーが8.5なので <laughs>、 たとえいぶれだと0.4しか差がないのっていう感じはしますね。やっぱ、去勢、えー、明け初戦っていうこともあって、うん、まあ、別馬のようなね、状況はしていましたけど、なんかちょっとこの辺が、えー、なんか、ちょっと面白くないなっていう予想になってしまったなっていうところは、えー、一つね、ありますけど、まあ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 、面白かろうが、面白くなかろうが、とりあえずあの、一個ぐらいね、片方当たってくれたらいいなという感じなんですが、あの、詳しい買い目なんかはね、動画アップしてますので、ぜひ、あの、 そちらの方このチャンネルにアップしてますのでね、見てもらえたら嬉しいなという感じでございます。で、えー、そうですね、あの台風そんなに大したことなかったですね。いや、そうなのかなわかんないですけど、名古屋は全然大したことなくて。はい。で、まあまあ、でも東京とかはね、風量、ババも悪かったですしね中あ、京都もババも悪くて、うん。まあ明日にね、どんぐらい回復してくれるかなっていうところなんですけど、まあドロンコになっちゃってたんで、えー、まあできればね、綺麗な馬場で、えー、競馬、ね、いろんな馬たちにさせてあげたいよなっていう感じですけど、なんか今日ね、グリーンチャンネルであの、 の司会者の方がねあのまあ涙雨きっと競馬場にねお客さんが久しぶりに入ってその嬉し涙の雨ですよみたいなすごくねいいことを言ってたんですけどうんなんかでも。 晴れて欲ししいいいよななというふうに思いましたけどね、うん、なんか笑顔でよくねみたいな,、うん、な、涙あめてともね、思っちゃいましたけど、はい、まあまあ、その話はどうでもいいんですけど、まあまあまあ、今日はね、あの今これ、もう開催中というかあの、もう開催が明日に迫った時なので、こんな風に音声トーク短い感じでやらせていただきましたけど、うん、えー、まあ、あの来週もね、いつも通りアップしていきますし、えーまあ、ちょっとね、 これまで出してなかったものもねそろそろ出せる準備が整ってきたのでそっちもね楽しみにしておいていただきたいのでぜひねチャンネル登録とかしておいていただけると嬉しいなと思いますということで竹内でしたさよなら